皆さんこんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回は来年読みたい本をご紹介したいと思います。ぜひ動画最後までお付き合いください。来年読みたい本をいくつかピックアップしてご紹介したいなと思っています。今パソコンのモニターに映した状態にしていまして、そちら見ながらお話ししていきたいなと思っています。まずは、先日発表になったこのミステリーがすごいの作品から気になる作品を3作品ご紹介したいなと思っています。それが、爆弾と、我ら闇より天を見る、そしてこの世の果ての殺人、この3作品気になるなと思っています。やっぱりね、国内ミステリー1位、海外ミステリー1位の作品を読みたいなと思っています。国内ミステリー1位が爆弾で、海外ミステリー1位が我ら闇より天を見るになっています。このミステリーがすごいの作品については別の動画で詳しくお話ししていますので、そちらまたご覧いただければなと思います。爆弾も、我ら闇より天を見るも、本屋さんでパラッと見たもののまだ購入できていませんので、来年には読みたいなと思っています。あとですね、この世の果ての殺人、こちらも気になるなと思っています。週末小説×ミステリー小説ということで、どんな結末が待っているのかなと気になっています。週末小説でもありますので、切ないオチになっているのかなと予想はしていますが、ミステリー小説としての読み応えもあるみたいなので気になっています。次はちょっとミステリーつながりで、森博さんの作品の主流作で気になっているものをご紹介したいなと思っています。それが森博さんの V ミステリー、 V シリーズですね。S&M シリーズ今読んでいまして、全シリーズ10冊出ていますが、もう少しで10冊読み終わろうかなっていうところまで来ています。なのでね、次は V シリーズの方を読み始めたいなと思っています。V シリーズの方も S&M シリーズ同様10冊刊行されています。表紙、画面に映しておこうかなと思うんですが、S&M シリーズはシンプルな美しさがあったと思うんですが、 V シリーズの方は色鮮やかな、その美しさがあるかなと思います。 V シリーズの方は、主人公のホロクサ純平が、自身が巻き込まれた事件や調査を依頼された事件の内容を小説風にまとめたものという設定になっているみたいです。主人公が書いた小説を読むという変わった構成がね、面白そうだなと思います。ちなみに V シリーズの V は登場人物の一人であるサザイマル・ベニコのイニシャルから取っているみたいです。視聴者の方でね、 S&M シリーズより個人的には V シリーズの方が面白かったなんていうコメントもいただいていたので気になっています。ここからは作家さん縛りでご紹介したいなと思っています。気になる作家さんっていうのもたくさんいらっしゃるんですが、その中でお二方と選ばせていただきまして、それぞれ3作品ずつ気になる作品をご紹介したいなと思っています。まずはね、原田マハさんですね。たくさん作品読ませていただいているんですが、未読作品で気になる作品が、家風を待ちわびて、美しき愚か者たちのタブロー、マグダラヤのマリア、こちらの3作品読みたいなと思っています。家風を待ちわびての方は原田マハさんのデビュー作になります。原田さんの作品でいくつか読んでいるんですが、デビュー作未読だったので読みたいなと思っています。美しき愚か者たちのタブローは、表紙の美しさがね、かなり印象的かなと思っています。こちらは国立西洋美術館のコレクションの礎となった松方コレクションの数奇な運命を描いた作品になっているみたいです。マグダラヤのマリアの方は、新約聖書にも登場しますマグダラヤのマリアや十二使徒をモチーフにした男女の恋愛模様を描いた作品になっているみたいです。表紙の雰囲気からも少し感じられますが、ちょっと暗い雰囲気の中進んでいくみたいなんですが、泣ける小説でもあるみたいなので気になります。次の気になる作家さんは道尾修介さんです。たくさん本刊行されているかと思いますが、その中で私が気になるなと思っていたのが、ひまわりの咲かない夏、ソロモンの犬、ラットマンですね。ちなみに私、道尾修介作品は、シャドウとスケルトンキーを読んだことがあります。どちらの作品もとても印象的な作品でしたので、未読の作品開拓したいなと思って3作品選んでみました。まずは道尾さんの代表作と言ってもいいかなと思います。ひまわりの咲かない夏ですね。新庄文庫の夏の文庫フェアでも常連かなと思います。やはり道尾修介作品を語るには、こちらのひまわりの咲かない夏読んでおくべきかなと思っています。ソロモンの犬の方は、道尾修介作品の未読作品いろいろ見ている中で気になった作品です。飼い犬のリードに引きずられて、10歳の少年が交通事故に遭って亡くなってしまいます。事故なのか事件なのかを、少年の父親が教鞭を取る大学の大学生である4人が解明に挑んでいきます。少年と友人でもあった大学生4人たちが見つけ出す予測不能のオチとは、といった内容になっているみたいです。ラットマンの方は道尾修介作品の中でも、かなり評判の高い作品かなと思っています。
怒涛のねどんでん返しに驚くみたいです。そしてねタイトル表紙も気になる作品かなと思います。最後に視聴者の方におすすめいただいてた作品の中から気になる作品を3作品ご紹介したいなと思っています。そちらがザ・ロイヤルファミリー神様のビオトープ先祖探偵です。いつもね、視聴者の方々にもおすすめ本をたくさん教えていただいていまして、その都度読書メーターにすべて読みたい本として記録しているんですが、その中から3作品ご紹介したいなと思っています。ザ・ロイヤルファミリーの方は、ビギナーズラックで馬券を当てたある男が、馬主一家と関わりを持ちながら、アルマ記念を目指す波乱万丈な20年を追いかけていく作品のようです。作者の早見さんの作品は、店長がバカすぎてしか読んだことがないので、他の作品も読みたいなと思っていました。神様のビオトープは、なぎらさん、作者のなぎらさんの作品、ルローの月と滅びの前のシャングリラしか読めていないんですが、どちらも大好きな作品なので、他の作品も読みたいなと思っていました。いろんな幸せの形を描いた唯一無二の物語たちが4編収録された短編集になっているみたいです。名前のない関係性をいつも丁寧に描かれているなぎらさんらしい物語が待っていそうでとっても気になっています。先祖探偵の方は話題作をたくさん出されている新川ホタテさんの作品です。実は新川ホタテ作品未読なので作品読んでみたいなと思っていました。リーガル小説で有名な新川ホタテさんの探偵小説になっています。先祖についての調査が多く舞い込む主人公フーコの探偵事務所を舞台に描かれていく物語のようです。以上、来年読みたい本をご紹介しました。普段の動画ではご紹介する小説についてのあらすじも合わせてご紹介しているんですが、動画が長くなってしまうので今回割愛させていただきました。作品の詳しいあらすじ知りたいという方は概要欄に URL 貼っておきますので、そちらに飛んでいただいてご確認ください。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でもお会いできればと思います。良いお年をお迎えください。突然ですが私事になってしまうんですが、今年の11月に第2子を出産いたしました。前回までの動画のいくつかは背景が違ったかなと思います。それはね、殺害の出産のために実家に帰省していまして、実家で撮影していたものでした。いつも動画を見てくださっている方は、急に背景が変わってしまって驚かれたかもしれません。今更になってしまいますが、申し訳ありませんでした。今は家に戻りましたので、今後はこの背景、この画角でお届けしたいなと思っております。また、今年1年、本チャンネルを応援してくださり、本当にいつもありがとうございます。皆様、良いお年をお迎えください。